はい、それではこちらの論文について長尾技術科大学の角張りが紹介させていただきます。まずこちらの論文の提案としましては、先行研究である、カンマの中弱付きコーパスに新たに4つの新たな ラベルというものを追加して、そのラベルを振ることによって、まあ、その注釈付きコーパスの、まあ、さらに注釈をつけて、まあ、網羅性カバレージを高めようという提案です。で、まあ、その結果、先行研究での、ラベル付けのカバレージが、まあ、57% だったんですけども、本研究で、まあ、99% にすることができています。まずはじめになんですけども、まあ、テキストで表現された関係を理解することというものは、まあ、質問応答であったり情報抽出であったり、まあ、機関翻訳など、まあ、多くのまあ実用的なタスクで、まあ、重要となっていくことになります。そこでまあ英語では、まあ、カンマの、まあ、周辺の文の構造というものが、その文の内容を理解するために、まあ、不確実な表現がまあ近くにあったり、まあ、それが、まあ、カンマを含めている場合が多いというまあ特徴があります。でまた、まあ、カンマは出現したんですけども、まあ、こちらのコーパスで調べた場合、まあ、全ての記号の、まあ、45% を占めているので、まあ、記号、記号使われる記号の中でも、まあ、非常に大きなウェイトを占めているということが分かります。そこで、まあ、カンマの役割なんですけども、まあ、こちらの論文で述べられているように、まあ、その文節間の、まあ、意味的な関係をの、まあ、明示的に、まあ、その中、まあ、区切りを表すのが、まあ、カンマというふうにされています。まあ、そのため、まあ、テキスト間の、まあ、概念を結びつけるために、まあ、重要な、まあ、その手がかりとなります。まあ、例えば下の文言いますと、まあ、そのサイエンティストの後にカンマがあるんですけども、このまあ招待されたのがまあサイエンティストということが分かって、でまあカンマの後ろにまあ2人のまあ人名があるんですけども、まあそのカンマがあることによって、このサイエンティストとこの2人が同格であるということを表していて、まあさらにまあサイエンティストがまあ招待されたということが分かっているので、さらにサイエンティストはこの2人だということが分かっているので、招待されたゲストがこの2人ということも分かります。それは注釈付きコーパスというものは先行研究で作られているといったんですけども、そのうち 43% はそのラベルが振られていないものとなっていて、この 43% に対して新しいラベルを振ることによって、カンマのラベルっていうものを 99% に高めるってことが本研究でやっていることになります。まあ、関連研究なんですけども、まず上の研究で、まあ、カンマがまあ7つの役割っていうものがあるんじゃないかっていうものを特定して、まあ、それがまあ WSJ コーパスのまあ注釈ついているまあ構文のアノテーションをされたコーパスなんですけども、まあ、それのカンマの 80% の役割っていうものをカバーできている、この7つの役割でというふうに述べています。まあ、先ほど、注釈付きコーパスなんですけども、なんか同様の、コーパスに対して、まあ、カンマで、人手で、まあ、ラベル付けをして、その関係を抽出しています。で先ほどの WSJ の文から、まあ、カンマを少なくとも1つ含んでいる文を、まあ、線分持ってきて、それぞれまあこの4つの、ラベルというものを付与しています。で、まあ、この上記4つに当てはまらないものは全てアザーとして、まあ、まとめています。まあ、それぞれの、意味なんですけども、まあ、一番上が等格を表すというもので、まあ、先ほどの例とあったんですけども、メアリーとサイエンティストが等格であるということを表していて、まあ、次は、
まあ、スーザンが、まあ、サイエンティストっていうことを、まあ、これ、オルソーの後は、まあ、なくてもいいけどもあるっていうことを表している。あと、まあ、Google が、まあ、Yahoo にあるってことを表すコマであったり、そのバッグとか、まあ、傘とかを全て、まあ、併記しているものを表す。まあ、この4つ出して、まあ、先行研究で、まあ、ラベリング付けされています。で、ここからが、本研究の、まあ、提案なんですけども、この4つをさらに、先ほどの4つに加えて、まあ、ラベリングをするということになっています。まず、一番最初なんですけども、まあ、文の先頭に来る、まあ、導入的な、まあ、説で、まあ、思いもしなかったみたいな感じのことを、まあ、その表していたり、また2番目の、まあ、お互い関係がある、まあ、その意味を補い合っている、まあ、関係を表しているやったり、まあ、文の途中の、まあ、その話の流れを変えるものであったり、またはその一番下の、まあ、話し手がどういうことを言ったとも、まあ、セリフとかを明確にするために使われています。で、ここがアノテーションの、まあ、手順なんですけども、まあ、大きく分けるとまあ2つの段階があって、まあ、一番上の1つ目の段階としましては、これは先行研究でやられている、まあ、手順になっていて、先ほど、WSJ のコーパスの中から、まあ、そのカンマが使われている、まあ、その根文のパターンというものを抽出して、まあ、その中から、まあ、人で作業しているので、最も頻度が高いもので、まあ159パターンに対してラベル付けをしています。で、その4つでラベルを付けているので、まあ、そのコバレージが 76% あります。で、次に、ここからが新しい、本章で、新しいラベルを適用するために、ここから、2人の作業者、こちらで、対応できていない 34% に対して、まあ、ラベル付けをしています。まあ、そのうち1人が、まあ、この 76% に対してもラベル付けをして、異なる、ラベル付けがされた場合には、この下のラベル付けが優先されるように、わずかな修正が加えられています。でゴールドスタンダードとしては、この2人のうち1人が全てを見ているので、この1人のラベル付けしたものがゴールドスタンダードとしています。こちらはラベル付けした結果なんですけども、上の4つまあ、先行研究とかで、ラベル付けされているもので、まあ、先行研究とかでは835が、まあ、アザーとして、まあ、ラベル付け触れていなかったんですけども、本研究では、まあ、そのアザーに対してさらに4つラベル付けをすることによって、それでも触れていないものが、まあ、22という、回に下げることができて、まあ、全体として、まあ、99% に対して、まあ、ラベル付けができるというふうになっています。ここからが実験なんですけども、ベースラインとしましては、一番最初の、7つの、意味や的役割ラベリング。まあ、これは、先ほど8個、ラベル付けされたものがあるんですけども、そのうち、まあ、ロケイティブ、まあ、場所を表すものとアザーが、まあ、含まれていないものが、まあ、この7つの意味的役割ラベリングになります。ただ、ラベルを振る際 の、 まあその分類器としましては、まあこちらの研究である分類器を使用して、とその文章とそのコンマの構文パターンとその注釈、まあラベルを、まあ学習させています。で、まあ評価としましては、まあゴールドスタンダードと完全に一致するラベル付けがされているものを正しいとして、次に、結果を示すんですけども、その、結果の見方なんですけども、まず、まあ、ゴールドで、訓練してゴールドでテストするものと、あとゴールドで、まあ、訓練をして、
その構文解析とかから、まあ、既存のツールから、得られたその情報特徴として、まあ、テストしたものが2番目になって、まあ、全て、解析をして、この一番下にある、まあ、解析とかで、まあ、解析をして、そこで得られた特徴とを学習しているのが、まあ、応答になります。まあ、その結果、まあ、今回、全て、作業でつけたものを学習したものが一番高くなっていて、まあ、逆に、既存のツールのもので、既存の、意味役割、7つのもので、まあ、ラベリングしかされていないものよりも、まあここでは、アザも含めて、まあ、9個あるんですけども、その9個ですることによって、まあ、全体として、もう自動の構文解析機を使っても、を使ってテストした場合でも、まあ、適合率というか、まあ、正解率が上がっているというふうに分かります。で、まとめなんですけども、まあ、本研究では、まあ、注釈付きコーパスに新しい、まあ、ラベルを4つ加えることによって、まあ、今までね、振られていなかったラベルを振りました。まあ、その結果、まあ、57% だったカバレージを 99% に向上させることができました。はい、以上になります。